知って還元プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト、以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。見事行動されましたところでフォトセッションを終了させていただきます。出演者の皆様、今しばらくステージにお残りくださいませ。親方セミナー久しぶりという上原さんです。エクザイル TAKAHIRO さんです。同じくスペシャルサポーターとしまして、EXILE 3代目 JSOULBROTHERS の小林直樹さんです。それでは針をどうぞ。刺す方も緊張しますよね。そうですよね、刺す方が緊張しますよね。違うところに刺さないようにお願いします。特別にお上手の皆さんだけをですね、今日こうして上位5人を選んだわけです。スカちゃん、いや、こんなに怖いサイレント初めてでした。アグレッシブに動いてダンスをしてますけど、やっぱりこういった病気に関してはどうでしょう。たまたまこの2人が同級生というか、同じ年なんですけど、先日30を迎えまして、僕も少しはこう体のことを考えないといけない。先日人間ドックを受けたばっかりだったので、そこからそういったこう病気だったりとか健康について意識し始めて、まあ、そんな時にこのようなお話をいただいて、僕らもやっぱり皆さんにこう応援していただきながら、いつもパフォーマンスをさせていただいている身なので、こう自分だけの命じゃないということを意識しながら、これからこういったことを意識することで皆さんに少しでもまた理解いただければ嬉しいなっていう気持ちになります。差し支えなければどんな結果でしたか。全く、はい、健康そのものというか結果が出て安心してるところだったんですけど、グループで活動させていただいているので、その自分自身が例えば健康じゃなくなった時に他のメンバーにも影響があるっていうことがこう経験しやすい立場なので、やっぱりその今小池さんおっしゃった通り、自分の大切な人だったり誰かのためだったり、誰かを守るためにもまず自分が健康じゃないといけないなっていうのは常に感じていることですし、今ちょうどツアー中なんですけど、やっぱそういうのでも健康は意識しているので、やっぱこういうことがきっかけに、あ、じゃあ自分も一回検査してみようかなっていうふうに、こう気軽に話題に出せるようなところで何か影響を